幼稚園でたくさん遊んできた3年間、年少の時はお母さんや先生から離れられない子もいましたね。年中ではちょっぴり大きくなって友達と一緒に遊ぶことが楽しくなりました。年長では友達と力を合わせて遊ぶことを楽しむようになりました。年長での1年を振り返ってみましょう。1学期ちびっこさんがお手になりました。作った小学校で幼稚園のコントロールをしました。幼年少も多くなく2メートルでまとめてもらいました。きれいな中でいろいろな人を呼び込みました。田んぼでおたまじゃくしを捕まえました。おたまじゃくしを育てたらカエルになってびっくりしました。大きなシャボン玉ができました。幼稚園の屋根より高く飛んでいきました。ボコボコの泡ができました。合わせてきれ混ぜるのが楽しかったです。はじめは苦手だったけど顔をつけて泳ぐのを頑張りました。手伸びができるようになりました。2学期フランクと組み体操をやりました。みんなで揃えるのが難しかったけど楽しかったです。フラッグでリーダーをやりました。私の掛け声にみんながついてきてくれたのがとっても嬉しかったです。リレーで勝ったことが嬉しかったです。みんなと協力ができました。
器。郵便バッグで配達に行きました。とっても楽しかったです。無事が良かったけど、何回も大気を打って、うちわの上で駒を回せるようになりました。チェーンの中セットを作りました。3つ作って家族にプレゼントをしました。喜んでくれて嬉しかったです。学校での座り方や挨拶を園長先生が教えてくれました。小学校が楽しみになりました。サッカーを教えてもらいました。ドリブルやシュートがもっと上手くなりました。サッカーがもっと好きになりました。私は料理が大好きです。チューリップ組さんにもやり方を教えてあげました。大きな氷を作りました。冷たかったけど持つことができました。ようたちに素通り行きました。いっぱい気合い入れてもらいました。友達と息子楽を作りました。少し難しかったけど、やってみて面白かったです。幼稚園で多くのことを経験したみんなは、体も心も大きくなりましたね。友達と一緒だから楽しいこと、友達と一緒だから頑張れたこともあったと思います。たくさんの思い出、大切な仲間は、みんなの宝物になりましたね。